ってますと、紹介の仕方をしていただくと、ブラウンカードによって見ていただく方は、初めからペンがついてますと、一番肝になってるはずの、こういうペンがついてまして、これって話になるのね、こういう風なものになってますと。性能的には一緒なんですけど、15インチか16インチか、それでも一緒なんだけど、こういうふうになってるわけですね。標準的なモニターの大きさがこんなふうになってます。で、開くときにはこうして、こう、あ、違う、こうか、こうだね、こうですね、こうしてこうするという感じになります。で、ペンがついてますと、ペンがこんな風になってます。ペンはこういう感じのものです。これ先は完全に硬いね。これで上位も全然できますので、はい、で、こういう風に取り外せますと。ありがとうございます。で、二足目、これ電源ボタンですね。で、これボリュームボタンですね。ボリュームボタン、ここスピーカーちゃんとあるんだね。で、これ電源だね。電源、ヘッドホン、USB、タイプ C だな、これね。おー、それでこれ SD カードスロットの USB の HDMI ですね。で、下はコネクターですね。それだけですね。はい。で、裏こういう風になってまして、こんな質感ですね。まあ普通の質感かな。こうなって、これカメラと、こうメガなんだ。はい。で、取り付けるときにはこういうふうに勝手に磁石でくっつくようになってます。こうなってると。で、キーボード面こういう風になってます。こんな感じですね。まあまあ普通じゃないでしょうか。あ、この辺いいね。これいいよね。で、コントロールキー左と、で、これタッチパッド。で、これ指紋センサーですね。このパワーブレストはですね、ちょっとマットな感じ、スエード調ですね。いいんじゃない？